したようですね。キドの異常については引き続き調査中です。レオ隊長も現場に向かっています。あなたは先遣隊に接触、任務の確認をお願いします。おい、こっちだ。なんだ、見習いじゃないか。この人手不足だ、仕方ないか。俺たちの任務は住民を避難させることだ。早速取り掛かってくれ。通信が。新たな情報です。労働区に視察団が。何ですって。視察団に皇帝陛下の婚約者エメライン嬢がいるとのこと。大至急保護を。ああ、もしお姫様を見かけたら確実に保護だぞ。いいな。状況の再確認です。現在タルパ労働区にて全部隊を6隊に分け調査ミッションを展開中。各隊隊長の指示に従ってください。別動の広報部隊は住民の避難を優先。また視察団にはエメライン嬢がいます。見つけ次第直ちに保護してください。止まれ。何の用だ。また軌道が勝手なことを。エメライン様、行きましょう。面倒な連中が来たようです。ん、エメライン様、またお一人で。本当に困ったお人だ。あなた大丈夫ですか。しっかり。今食料と水をお持ちします。時間です。エメライン様、労働区の視察はここまでとしてください。支援物資が行き届いていないのです。ここの皆さんを助けなければいけません。その必要はありません。彼らは失われた世代なのですから。失われた世代。定職にもつかず結婚もせず子供も持たず消費もしない。自らの意志で社会との関わりを断ち命を、人生を投げた者たちです。助ける必要などないのです。随分な言いようだな。誰だ。そうだな、ファントムとでも名乗ろうか。ファントムだと。次から次へと。お偉いさんも学者先生も俺たちを救う気なんかないんだ。だから見て見ぬふりをする。ちょっと兄貴、貴族に絡んじゃヤバいって。牢屋にぶち込まれちゃうよ。ここは抑えてね、ね。お姫さん、教えてくれないか。民衆の血税は何に使われてる。あんたと陛下のロイヤルウェディングのためじゃないんだろ。貴様、これ以上の侮辱は許さん。あなたのお怒りはもっともです。この国は多くの人を切り捨て犠牲にしてきました。けれど陛下はこの流れを変えようとしています。どうだか。だがあんたの心持ちは理解した。でお前はなんでまだここに。光の。ならすぐに退散した方がいい。エメライン様。その光、まさか。パーシ、走れ。ここから離れるんだ。この女に光が落ちる。
エメライン様、こちらへ。トーラント、エメライン様、エメライン様が、なんで、どうして光に飲まれていくのだ、エメライン様。痛くなけりゃ言うことを聞け。そいつをつけてな。あなたは機動兵団のレオカディオだ。光にさらされた者だけが光を撃てる。お前たちはもう覚醒者だ。俺に続け。エメライン様、エメライン様がどういうことだ、どうなっている。光に取り込まれたが、あの女はもう人間じゃない。まさか戦えと。放っておけば甚大な被害が出る。覚悟を決めろ。すまない。この力で、今任せとけ。よし、じゃあ、できないな。これで終わりだ。ダーリア、この光は私の後ろに守り抜く。ライン様、私はどうしたら、どうしたらあなたを。